結婚式は愛の中で。皆さんこんにちは、野中愛です。この番組は私野中愛がウェディングプランナーとなってエルブライトハウスからお届けする A&G ブライダルステーション結婚式は愛の中でです。エルブライトハウスは文化放送から徒歩1分の場所にあります結婚式場です。この式場でゲストの方にはウェディングドレスやタキシードなどを着て登場していただくのがお決まりとなっております。今回はゲストに長島美奈さんをお迎えします。この後登場されますのでお楽しみに。それでは始めましょう。サンセルモプレゼンツ結婚式は愛の中で、本日も野中がご案内いたします。この番組は感動と感謝の思いをつなぐサンセルモの提供でお送りします。浜松町駅たった1分で貸し切りでアットホームな結婚式場があるの。絶対みんなにも喜んでもらえると思うんだ。エルブライトハウス行ってみよう。改めまして野中愛です。それではご紹介しましょう。本日のゲストはこの方です。皆さんこんにちは、長島美奈です。本日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すごい、そわそわしてたのにしっかりした挨拶をありがとうございます。今日はよろしくお願いします、ね、よろしくお願いいたします。はい、それではどうぞこちらにおかけください。はい、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんと呼ばれていますか、普段ファンの方とかお友達には。いろいろ呼び方がいろいろありすぎても、うんうん、自分でもまとまりきらないぐらいあだ名が増えてきてしまっているんですけど、うん、あの光に、うん、那智の滝、那須高原の名で美奈なので、うん、三安っていうのが結構、三安って呼ばれることが結構多くなってますね。わー、今時のあだ名の付け方はついていけない。三つ安か。なが安とも読めるので。あ、なるほど、はい、なだが安とも読めるのでそのまま三つ安って。三つ安、じゃあ三つ安と今日は呼ばせていただいてよろしくお願いします。行きたいと思いますが、三つ安、三つ安じゃなくて呼び捨てみたいですね。でもあだ名なのでいいの、はい、三つ安はでいいの。はい、その方が嬉しいです。三つ安は他の結婚の番組テーマがね、はい、結婚という番組なんですけれども、はい、あの最初にオファー来た時どう思われましたか。なんか正直結婚に縁遠い人間だと自分の中で思っていたので、結婚願望とかがないってこと。結婚願望が本当に生まれてこの方一度も湧いたことがなくて、なので呼んでいただいたのに申し訳ないなと思ってしまったのが一番、全然全然も理想と妄想を語る妄想、ほぼ妄想だから、妄想、想像したことも本当になくて、自分が結婚式の中心にいるっていうことも想像したことがなかったので、今回いろいろお話を聞くにあたって最初にアンケートいただいたのが、もうずっと手が止まってしまって、何を書けばいいのかわからないってなってしまって。いやー、でもね、若いしね、考えたことないのがね、当たり前だよね。書いていくうちにちょっと楽しいなって、想像するのは楽しいなと思って。あ、本当に、はい、思うようになりました。あ、よかったです。そしてあの今日ドレス、はい、カラードレス、あの番組的にも和装が続いてたので。そうなんですね。そう、うん、ドレスがめちゃめちゃ可愛い。やっぱり嬉しい。なんかちょっと色とかも選ばせていただけたので、好きな紫を選びます。あ、紫が好きなんだ、はい、紫とか青とかピンクが好きなので、いろいろ入ってる色、すごいいいよね、はい、なんか淡い紫、に淡いピンクで、なんか大人も若い子もどっちも着れそう。そうですね、ちょっとくすんでいる色なので、幅広く着られる感じで、ね、おしゃれな感じだよね、はい、とってもお似合いです。ありがとうございます。ウェディングドレス自体は今回初めてですか。ウェディングドレスという形では初めてなんですけど、あの本当ちっちゃい頃に七五三の時と、あと、卒園式で、はい、母が昔着たウェディングドレスをリメイクした
子供用のドレスを着ていて、なんて幸せな家族。でもちっちゃい頃すごい恥ずかしくて、特に七五三の時は写真撮影だけだったので、うん、そこまで恥ずかしいことはなかったんですけど、うん、卒園式はみんなちょっと紺とか暗い色のかしこまった服じゃないですか、うん、そこに一人でなんかシフォンの真っ白のドレスを着ていってベールまでつけてて、うん、もう本当に恥ずかしくて何度式典中にベールを外したか取りたくて取ったら母親につけられてみたいなのを繰り返して、もうそういうイメージだったので、なんかドレスを着ることにちょっと怖いのもあったんですけど、着てみたらすごいワクワクしてしまって、いやこれはいいものだなと思いますね。いい経験になりました。外したかったあの思い出を上書きできました、はい、できました。なんかこれつけるのもいつとかも、ね、メイクさんと話してあここかわいいっていうのでやっていただいたので、すごい楽しく着られました、ね、はい、かわいい。アクセサリーとかもピンクの、はい、ハワイピンクでお花と揃えてあったりとか、はい、ぜひこの気になる方はこの後SNS に写真が上がると思いますので、こう隅から隅までね、結婚準備中の方とかはね、ぜひ見ていただけたらなと思います、はい、参考に。で実際どうですか着てみて。あなんか苦しいのかなと思ったんですけど、うんうんうん、意外にギュッとしてる割には動きやすくて、うん、苦しくはないですね、うんうん、じゃあご飯もたくさん食べられそうですね。食べられそうですね。披露宴とかなんてもね、はい、はい、ではでは結婚テーマにしたアンケートに答えていただいてますので、はい、はい、これについてゆっくり聞いていきたいと思います。まず、ね、さっき結婚願望あまりないってね、うん、おっしゃられてましたけど、まあ、どんな理想の結婚式というかどんな感じにしたいかなとか、はあ、それも改めて聞かれて考えてみたら、うん、私兄弟がいてお兄ちゃんが唯一結婚してるんですけど、おめでとうございます。そのお兄ちゃんが両親が結婚した式場ちっちゃい教会でしかも家族だけでやったんですよ。またなんも素敵家族ですね、はい、なのでそれがちょっと改めて思い出すとあ素敵だなと思って、もし私もそういう結婚するんだったらなんか家族だけのちっちゃい式場でみたいなのが夢になりましたね、うんうんうん、アットホームな感じで、はい、いいね。なんかその親と同じ式場とかって、うん、ね、はい、でももうずっと昔の式場なので、うん、あると思ってなかったんですけど、うん、ちょっとリメイクはされてましたけども当時とほぼ変わらない状態だったみたいで、ね、親も嬉しいだろうね。なんかあ私たちもここでやったんだななんてね、うん、親族とかもね、はい、きっと広告見かけるたびに言われます。ここで式あげたんだよって立派なところであげたんでしょうねきっとね。そっか、じゃあもう招待する方も、うん、もう家族ともう友人と親しい友人だけにしたいですね。ね、うん、でもアットホームな式とかもね、さらに今のご時世だったらね、うん、あまり豪華なパーティーよりきっとそうです ね、 ね、というより豪華で人を集めると私が恥ずかしくなっちゃうので、うん、ちょっと苦手なんかそんな感じした。晴れの場でまで萎縮してたくないなと思いました。はい、そっか、ちょっと恥ずかしがり屋さんなの。めちゃめちゃ恥ずかしがり屋です。だでもアイドルマスターさんだよねいや、あのキャラクターとか役で立ってる分には大丈夫なんですけど、うん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 、長島みなとしていると、うん、あまり恥ずかしくて見ないでってなっちゃうもう今もちょっと涙目になるぐらい恥ずかしい。本当だ、涙目だいめちゃめちゃ可愛いよ。どうもありがとうございます、うん、メイクさんたちのおかげで可愛くしていただきました。そっか、じゃあなんかアットホームな、はい、でも恥ずかしが、でもいらっしゃいますよね支配人、こう恥ずかしがり屋な花嫁さんとか今までいらっしゃいました。いや、いらっしゃいますね。あの逆にあの全然大丈夫な人ほど本番はもう恥ずかしがある、うん、そうですね、方が多いですね意外と当日は大丈夫なのかもしれない。確かにさっきのほらオープニングの挨拶もあーもうあーってそわそわします。ナンバーワンそわそわだったのに今までのゲストのそうなんですね、中島美奈ですみたいな、ね、おーしっかりと思って。でも一緒に座ったら
たお仕事となると頑張る子なんだなと思ってでも椅子に座ったらまたそわそわしちゃいました、ね、またそわそわ恥ずかしいですね。でもこういう静かな場所だと落ち着きはしますね。あ、ね、穏やかな気持ちになり、ね、確かにこれね、なんか知ってる顔ばっかりだったら安心します ね、 ね、うん、あとはちょっとまあ旦那さんの知らないのは友達と か、 なんか遠い親戚がちょっといるぐらいだから、はい、こっち見なければいいもんね。そうですね、こっちだけ見とけばさ、そう、もう最悪相手の顔と家族の顔だけ見てた、見てね、そしたらそわそわせず楽しめるかな、はい、楽しめる、好きになるが一番だもんね、はい、そうですね。そして披露宴といえばお料理ですけど、はい、なんかこんなお料理何が好き、食べ物なんかお料理これが好きっていうのがあんまなくて、お肉が好きなのは好きなんですけど、うん、あ、お肉好きなんだ、何肉、はい、牛肉、牛肉と馬肉が好きです。馬肉私も好き。本当ですか、うん、馬刺しとかよく食べに行きますよね。なのでそういうお肉の美味しい料理だったら嬉しいなとは思います。わあ、いいな、馬刺し出てきたら嬉しいね。出てきたら嬉しいですね。馬刺しって大丈夫なんですか、そこなんかマナー的にというか、なんでしょう、最初に出してもいいでしょうし、まあ、メインのお肉と一緒に出してもいいでしょうし、全然大丈夫ですね。嬉しい、それはちょっと未来そういうことがあったら考えたいです ね、 ね、できるんだよってぜひアドバイス、馬肉お願いします。馬肉確かにな、お肉、うん、え、普段お料理とかもしたりする？お料理っていうお料理はがっつりは作らないんですけど、うんうん、おつまみ程度のお酒を結構飲むので、お軽いおつまみくらいしか作らないです。あとちゃんとした料理になると買ってきちゃうことの方が多いです。おつまみは何作るの？じゃがもちとか、じゃがもち芋もちっていうやつなんですけど、うんうんうん、片栗粉であのマッシュポテトを合わせたやつを焼いて、うん、ちょっともちもちっとしたじゃがいもの、あ、お餅なわけじゃないんだ、じゃがいもお餅っぽく焼くやつってこと、はい、あ、美味しそう。中にチーズ入れたりして食べたり、うんうんうん、あとはナムルとかそういう和え物ぐらい。あでもそういうのがさささって出てきて嬉しいよね、出てくるとね。そうなんですかね、人に提供したことはないんですけどだから自分の好みの味なので、誰かが食べて美味しいって言ってくれるかどうかちょっとわからないです、不安です。でもそれ美味しいと言ってくれた人と結婚するかもしれないよね、うん、あ、そうですね、食の好みあったらすごい嬉しいですね。嬉しいよね、うん、そうか、お酒飲むんだ。何飲むの？好きなお酒は何でも飲みます。日本酒、ワイン、あ、でもビールはあんまり飲まないかもしれないですね。あとハイボールとかウイスキー系も結構飲みます。わー、いいな、こんなご時世じゃなかったら飲みに行きたいね。お酒好きですか？好き。ぜひ落ち着いたら、ね、落ち着いたらね、飲みに行きたいです、ね、うん、連絡するね。本当ですか、嬉しい。落ち着いたらね、今日一番の大きい声出た。はい、ということで、あ、ちょっと一旦 CM に行きたいと思います。という絆は続いていく。株式会社サンセルモ。サンセルモプレゼンツ、結婚式は愛の中で。それでは引き続きお話を伺っていきたいと思います。まあ、披露宴といえば余興もつきものですが、うん、はい、余興をこの人にお願いしたいななんて、もう妄想でいいのでありますか？妄想で本人には確認は取ってないんですけど、うんうんうん、今すごい仲良くしてもらってる千秋っていう歌手の子がいて、うん、千秋さん、はい、うん、その子に歌ってほしいですね。もういい、感動するよねきっと披露宴で歌ってもらえたら、はい、なんかたまにそういう誰もし仲良くしてる3人組でよく仲良くしてるんですけど、うん、そこで誰かが結婚するときは歌ってねみたいな感じの話をしてたりして。誰が先かな。本当ですね。千秋さんは歌手どういう系の歌を歌われてる方なんですか？あ、もともとガールズバンドにいた方なんですけど、うん、今はソロ活動されていて、うん、もうしっとりしたバラードから、うんうん、結構ロック調の曲まで幅広く歌える子なので、うん、できれば
バラードとかピアノ曲で歌ってもらったら、うわ、泣いちゃうかもしれないですね。いいね、生でね、うん、もう過去に舞台で一緒に共演したことが出会いだったので、 そこで歌声に惚れてしまって、わ、本当に好きな歌声です。いや、もう舞台で上手いって本当に上手いよね。生であれはすごかったです。すごいよね、はい。千秋さん、スケジュールその時は開けてあげてください。お願いします。はい。そして結婚式、あの感謝を伝えるシーンもありますけれども、はい、感謝はどなたに伝えたいですか？親と兄弟、うん、一番迷惑かけてると思うので、うん、はい、あ、結婚したお兄ちゃんと、お姉ちゃんも、お姉ちゃんもいるんだ、はい、うん、ですかね、まあ、一番は親に一番迷惑かけてると思うので。どんな迷惑？仕事も仕事なので、やっぱ心配は絶えないと思いますし、なんて言うんですかね、うん、自由な性格ではあるので、うん、なんか危なっかしく感じてるんじゃないかなとは思うんですよね。飛び出してきちゃったの、家自由になるためにというわけではないんですけど、うん、なんか結構、まあ、あんまり何々するよとかっていうのを、うん、わざ報告をあんまりしないので、あらららら、なので、お母さん心配。うん、親がなんか母親から聞いた話だと、うん、父親の検索履歴が長島美奈って父親わざわざ検索して調べてるみたいで、元気かな、何してるのかなとか、どんな仕事してんのかなとか、はい、なのでちょっとよくわからないワードとかも、うん、それこそ長島美奈結婚っていうワードで調べてて、なんで親がそれ結婚調べてんだろうみたいな。みたいなこともあったので、多分何も言わない分心配はしてるのかなっていうので、ちゃんとそういう時だけは感謝の気持ちを言葉にして伝えた方がいいのかなとは。そうだね、思いますね。はい。そうなの。お姉ちゃんとは逆になんか喋ったりとかする？すごい仲いいです。何もない時とかに LINE とかもしちゃうので、うん、はい、スタンプ合戦をたまにしてます。スタンプ合戦本当に兄弟とはすごい何でもないことすごい やり取りするんですけど、うんうん、どうしてもやっぱり親となると、うん、いちいち報告するのが気恥ずかしいのもあって、うーん、できなくて、兄弟はなんかちょっと近い友達みたいな感覚にはなってるのかなと思うんですが。そうだよね、はい、ですね。お父さん検索してるんだ。だって一番下だしね、心配だよね。そうだと思います。はい、そうか。じゃあ結婚式の時には、はい、今までの分もたくさんね、はい、断りできるか分かんないんですけどね、できたら、うん、素敵な式になりそうです。はい、ね、そしてお兄さんの結婚式、はい、何か印象的だったことがあれば。あ、その結婚式場が両親と同じだったっていうのもあるんですけど、なんか今まですごい近く感じてたお兄ちゃんが、ね、お兄ちゃんが結婚ってすごい兄弟として頼りないなっていう印象がすごかったのでちょっと頼りない、下げなお兄ちゃんだったの。いや、すごい寡黙なお兄ちゃんなんですけど、やっぱ兄弟の中では一番近かったので年齢が、なのでそんなにしっかりした人だと思っていない、ちっちゃい時の印象がすごい強くて、がもう外の方を奥さんにして、なんか、あ、家を出るんだなって思うと、すごい寂しさとなんかかっこいいなってお兄ちゃんに思って。結婚式ってなんか大人に見せてくれるなって思って、だからこそ余計に自分はあそこに立つのにまだ早いんだろうなとは思っちゃいましたね、余計に。それが印象的かもしれないです。うわ、そっか、お兄ちゃんが結婚か。泣いた？あ、泣かなかったと思います。なんかもうおめでとうお兄ちゃんって感じ、かっこいい、綺麗な奥さん連れてきてみたいな新しいお姉ちゃんだと思って。あ、そうだね、はい、お姉ちゃん増えたね。はい、うん、嬉しかったですね。なんか家族が増えたのはすごい嬉しかったです。そこそこ、なんかちょっと妹としてはなんかちょっとライバルじゃないけど。あ、全然ないですね。あ、そうだそういうもんなんだね、リアルはね、はい、むしろああいうお兄ちゃんを大好きになってくれた
人ができたっていうのはすごい嬉しかったですね、うん、わあ、そっか、式にはねお兄ちゃんもねぜひね、はい、2人でよく奥さんとなんかイベントとか見に来てくれたりするんですよ、うん、いいね、舞台とかライブとかも来てくれたりするので、うん、もう感謝しかないですじゃあもうそれだけお兄ちゃんだとお兄ちゃんのお嫁さんにもね、はい、感謝伝えちゃおう、伝え、すごい長くなりそうそれからお兄ちゃん、それからお嫁さん、お姉ちゃん、お姉ちゃんも、お姉ちゃんもいっぱいいるのですごい、ね、たくさんもう伝えちゃおう、うん、原稿用紙何枚になるかが不安ですねえ、結構悩みそう、悩みそう、私も結婚の時、はい、手紙書いたけど、はい、やっぱり悩んだ、いっぱいなんか長くなりすぎちゃって、うん、お父さんとお母さんに書かれたんですか？そうそう、お父さん、うん、お母さん、あと弟がいるので、うん、なんか福岡であの自由気ままでごめんねみたいな親をよろしくねみたいなことを書いた気がする。やっぱり泣いちゃいましたか、読んでる時って？あー泣いたー、ご両親とかも弟さんも泣いた、一番泣いてたですよね。うん、なんかそういうシーンってみんな泣いてるっていう印象があるので、ね、変にプレッシャーで泣かせなきゃって書こうとしちゃうのかなと思ったら筆が済むかが不安になってきます、ね、ぜひ書いてあげて、あの、なんだろう、生まれ、あなたたちの、あの子供に生まれてよかったですって言えますかね。恥ずかしくなっちゃうかもしれない言ってあげて言ってあげてプレートが頑張ります、それを言えるような大人に、ね、あ、そうだね、その時はほら大人な雰囲気になってるから言えるかも、うん、はい、そわそわせずに言えたら大人になったってことですね、ことかな、はい、ね、そして最後に、はい、理想のプロポーズはありますか？ファンの人は一番聞きたいところだと思うんですけど、プロポーズ、うん、もうなんかこのそわそわとあまり派手なことが苦手っていうのを言ってるので、もう大体お察しかと思うんですけど、派手なことをしたら多分引いちゃうと思うんですよ、踊り出すやつとか、はい、なのでもう日常の中で一緒になろっかとか、うんうん、そのぐらいの方がいいなって思います。派手にやられたり綺麗なレストランでってやると気構えちゃうかもしれない。綺麗なレストランもダメ？だからもうレストランに誘われたらちょっと気構えて行っちゃうかもしれないです。あ、今日ついに、今日なんか言われるかもしれないみたいな、かもしれない、怖い怖い怖いってなっちゃうかもしれないそうか、はい、怖い怖いって思いさせたくないな、そしたら、はい、日常の中で、日常の中で普通にじゃあ夜ご飯、あ、お酒とかなんかね、飲みながら、イヤスの作ったこうナムルとか食べながらナムルとか食べながらだからそういえばさって、俺たち何年になるじゃん、結婚しないぐらいの感じでいいんですか？めちゃめちゃときめきますね。おー、はい、それですってそれですってですね。うーん、なんか変な顔しちゃいそうです、派手なことされたら。ドキドキした顔しちゃうかもしれないですえーってちょっとみたいいや、やだやだやだ。でも別に結婚したくないわけじゃないんだもんね、光、その行為が嫌だったわけだもんね。そうですね、派手すぎたってことだよね、うん、価値観が合わないなって思っちゃうのかもしれないです、それで。ああ、じゃあやっぱりそっとささやかな、そっとささやかな、お腹いいですプロポーズをね、はい、じゃあ指輪とかもささやかな方がいいかな。そうですね、なんかギラギラしない、うん、じゃあ買いに行こっかとか、そのぐらいでもいいかもしれないね。あ、それぐらいでいいの？はい、そうだね、その後だってね、はい、趣味がね、うーん、ギラギラね、それより、そうですね、めっちゃでっかいダイヤとかついてたらめちゃめちゃ怖いですね、はははは、狂気みたいになっちゃうね、そうだよね、はい、なので皆さん、あの、驚かせないように、未来の旦那様はい、はい、ということで、本当三ツ矢らしい、なんか理想の結婚式というか、はい、プロポーズ、はい、聞かせていただきました。ということで、ここで残念ながら、お時間です。この、ですね、三ツ矢には来週の放送もお付き合いいただきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では最後にお知らせをお願いします。はい、はい、
基本的に事務所の公式ツイッターなどで出演情報などは流していただいてるんですけど、その他の細かいこととかは私個人のツイッターでも流しているので、よかったらそちらを確認していただけたらありがたいです。はい、皆さんぜひチェックしてみてください。お願いします。来週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回のゲスト、長島美奈さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。浜松町駅徒歩1分。気心の知れた仲間と過ごす特別な時間。大切なゲストにサプライズで二人らしさを。エルブライトハウス。サンセルモプレゼンツ、結婚式は愛の中で。サンセルモプレゼンツ、結婚式は愛の中で、お開きの時間が近づいてきました。番組ではあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスはあいなかアットマーク joqr.net、 あいなかをローマ字にしてください。番組公式ツイッターとインスタグラムもぜひチェックしてくださいね。アカウントはどちらもウェディングアンダーバーあいなかです。そしてこの番組は放送終了後に YouTube の文化放送 A&G チャンネルにてアーカイブを配信しております。過去の放送も見られますのでチェックしてみてください。それではここでエルブライトハウスからのお知らせです。エルブライトハウスでは1月31日日曜日にブライダルフェアを開催予定です。2日前までに事前にご予約をいただいた方には試食付き見学会を無料でご案内しております。ご予約の際にあいなか見たよと言っていただくとちょっとしたサービスもあるということで、ぜひご参加ください。エルブライトハウスのホームページ、またはお電話でご予約ください。電話番号は03-5733-3390です。最後にゲストのお知らせです。2月6日2月13日の放送は尾崎真美さんをお迎えします。尾崎さんへのメッセージや言ってほしいセリフをお待ちしております。ということで第95回の放送でしたが、もう三安、もうなんか雰囲気はミーナちゃんなのに、なんか三安にまず衝撃がまだちょっと拭いされません。来週も引き続き長島美奈ちゃんと一緒にお届けしますので、ぜひお聞きください。それではまた次回エルブライトハウスでお待ちしております。お相手は野中愛でした。来週も愛の中で、バイバーイ。この番組は感動と感謝の思いをつなぐサンセルムの提供でお送りしました。